どうもこんにちは、三浦です。プリンセスピーチショータイムやっていきたいなと思います。今回はワールドさんのボス戦からねやっていきますか。きらめきストーン20個も必要。ボスと挑戦するためにはこのきらめきストーンを渡さなきゃいけないんだけど、ワールドさんですでに20個ですよ。まだ47個持ってたからね、余裕があるけど、多分ワールド5ぐらいで、あれきらめきストーン足らねえぞみたいな感じになるんじゃないかなと予想してるんだけどね。さあ、前回戦ったワールドにヘビのボスだったんですけど、そいつも結構強かったんだけど、ワールドさん結構強いんじゃないかな。まあ、これがボスだね。なんか、隣のトトロの猫バスみたいな、似てるなぁと思ったんだけど、よく見たらそんなに似てない。ただ、でっかい猫ってだけで。にゃ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 、おみゃらが噂のピーチとステラかにゃ。グレープ様の劇のただの登場人物のおみゃらが、どんなに騒いだとしても無駄だにゃー。それとも闇の扉の番を任されている俺様を倒せるとでも思ってるにゃーか。そんなやつはにゃふんとお仕置きさせてもらうにゃさあ、ちょっと一回戦って、配信外で戦ってるので戦い方はわかるんですけど、倒せたことが一度もないっていうね。まずこのネズミの爆弾を着火させて、うわっ、もうだいきなりダメージ食らった。でこの爆弾を顔の下に持っていく。うわっ、失敗した。あー、もうい、きなり失敗したね。うわ、もう吹っ飛ばされるのやだな。さあ急いで、セットセットセット。結構オッケー、いった。これで1回目のダメージ。爆弾をあの顔の下まで持っていかなきゃいけないのが結構大変。回復。さあ、いきなりダメージ食らっちゃったけどね、ハートで回復できたんで、なかったことに、失敗はなかったことに。痛い。でこの尻尾は食らってもダメージない。このクルルインでダメ、 あの手のひらみたいなやつはこのクルイン当たるとなんかひるませることができるっぽい。あー、ダメ。かわして、痛い。もうむずいなー。さあ次はこのスタンプ攻撃なんだ。拾わせる。あ、できるね。オッケー。これを顔の下に持っていって、オッケー、入った。このピーチのこのクルリンってやつ、あいつの手のひらに当てるとなんかちょっとダウンさせ、ダウンっていうか攻撃をやめさせることがちょっとできるっぽい。今気づいたんだけど、これで、あ、そうか、なんか反応してるもんね。うわっ、くそ。ちょっと爆弾ここにあると嫌なんだよな。うわー、ちょっと爆弾飛ばさないで。痛い。
来た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 、大チャンス大チャンス、オッケー、やったー、これでとどめでしょ。いやー強かったこのボス。何回か事前に戦ってたから一発でクリアできたけど、戦い方が分かんないとマジ意味分かんなかったよねこのボス。はちゃめちゃな敵だったけど、はちゃめちゃじゃない敵今までいたかな。このフラワーも元に戻ったみたいだね。ピーチもいろんな劇を経験してきてるから、どんなのが来てもきっと大丈夫だよね。おお、なんだなんだなんだ。あ、え？この劇場のエレベーターだよ。あの扉の糸が封じていたのかな。あれエレベーターなんだ。あれエレベーターなの？どういう仕組みなの？きっとこのフロアまで元に戻したから力が弱まり動き出したのかも。これを使うと地下にもすぐ行けるよ。一度見に行ってみない？あ、ちょっと地下行ってみようか。地下ね。来た来た来た。誰か解放できたりすんのかな。前回このナイトみたいな人とここで話したんだけど、なんかこういう英雄みたいなのが閉じ込められてる感じだ。あ、この人じゃない。なんかいろいろ解放しなきゃいけない人、まだたくさんいたね。もう俺半分ぐらいクリアしてるイメージで来てたんだけど。お、うん、ここも怪しげな空間だね。キラリスタを探そうよ。これがキラリスタ。わ、パティシエキラリスタ。もう見つけちゃった。おお、なんか。なんかラリってるよ。グレープ様だって？一緒にお菓子作りましょうって。どうしたんだろう？様子が変だよ。追いかけよう。様子が変じゃないやつ、今まで いなかったけどね。みんな様子おかしいけど。待っていましたわ。さあ、楽しいお菓子作りの始まりよ。この人女の人なのかな。お題は3段のキャラクターケーキ。先に完成させた方の勝ちよ。レディー、あ、もう始まってんだけど。先に完成させた方の勝ちよーって言ってるけどね。オッケー、あとここだ。これ完成。キラリスタに一歩遅れて、チャレンジャーも1段目完成で、あ、遅れてるっぽい。え、これむずくない？え？え、ちょっとわけわかんない。え、ちょっとこれむずいんだけど。こういうこと？え、むずすぎるんだけど。ちょっと、
全然ケーキになってくんないんだけど。おーいー、いやきつ、あれ失敗。いや今のケーキむずいわてか左のケーキまずそうだね。なんかあ、またこっからか。ちょっとあれ初見でやるのちょっと無理じゃね。オッケー、結構スピーディーになったよ。あ、早い。うわ、これだよね、むずいの。なにこの難しさ。あ、いいや、いいや、こっち行くか。で、こっちね。よし、オッケー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 。オッケー、これ。ちょっと遅かったけど。遅れてない？オッケー、これ？あ、いや、なんか足らないような気がする。大丈夫？なんか変なの変なホイップついてるけど。なんか右の方がケーキっぽい感じが。あのホイップ気になるけど大丈夫だったんだ。やったー。そんな嘘よ。ふん、見た目が良くても味はどうなのかしら。なんて美味しいのかしら。元に戻ってくれた。あなたのお菓子ってとっても美味しい。最高の気分よ。よかった、いつものキラリスタに戻ったみたい。さあこんなところから出よう。こっちこっち。あ、これ気になるね。どこに行くつもりなのですかって言ってる。こっちかな、奥かな。あそこから出られそう。ああ、出口が。ようこそキッチンスタジアムへ。ここからは逃さないでーす。次は私と勝負でーす。ここから出たければ私に勝つことでーす。ちょっと肥満気味だね。なんかお腹は抑えてるけどやるしかなさそう。でも私とあなたが力を合わせればこのキラリッサパティシエだもんね。クッキー勝負らしい。オッケー。うわー、これねちょっとあんま粘らない方が。あれ、なんかむずいな。あ、ちょっと邪魔してくんだね、ちょっと。よっ。あ、で、置くの？ケーキ置くの？あれ？あ、そういうことね。なるほど。左がこっち側のやつなんだ。ちょっとあのスタンプ攻撃で邪魔するのやめてほしいよね。あ、でもこっちの方が全然余裕で勝ってない。
ちょっとあれだね、ギリ負けてるかこれ。急いで急いで、やばい、ちょっと邪魔しないで、もうやばい、あれ持ってかれるとやばいんじゃない。あと一つ、あと一つ、よし、オッケー、オッケー、ああ、なんとかいったんじゃない？ああ、なんとか勝てた。ちょっと危なかった。約束通りここから出してください。嫌です。美味しくなければまだいってる。まだダメなの？それなら。私たちの特製クッキーを食べてみて。お、特製クッキーを作ろう。こんなもんかな。でかいクッキーああ、消えていった。成仏してくれたのかな。最初から美味しいクッキーを食べさせてあげればよかったんじゃないかな。なんかあのパティシエのゲ、あのコースやるとなんかお腹空いてくんな。今昼時なんだよな。さあこれで一人また解放したっていうのかな。まあ解放でいいのか。あなたのセンスとってもいいわ。あと一人二人、下の方にもあるよね。三人、4人か。5人。いや、これ、右の、あ、うん、結構いるな。結構いるね。何階まであるんだろうね。よし、じゃあ次回ちょっと、4階の、ステージをね、ちょっとやっていきたいなと思います。さあ、今日ボス戦だけかなと思ったんだけど。うん。ワールド4も結構楽しそうだね。あ、このピーチのなんかこのゲームのなんかあのパッケージにカンフーしてるピーチが映ってたんだけど、これでようやくカンフーできるんだね。カンフーなんとかって書いてあった。うん。じゃあ次回ちょっとワールド4やっていきたいなと思います。